こんにちは、マイチャンネル前原です。はい、今日はですね、倍速再生でいきたいと思いますね。はい、そして今日紹介するのはこちらですね、カプキャラドラえもんというものですね。これ実はこれ自体がガシャポンなんです。わかります？これとそのコロコロで出てきたんですよ。かわいいよね。これはどういうものかというと、ですね、まあ、作っていきましょうかね。まずね、赤いドラえもんと青いドラえもんと黄色いドラえもんいますね。じゃあこの赤いドラえもんから作っていきましょう。これね、ここでカシャッとガシャッと開けられるわけだ。で、中になんと胴体が入ってるんですね。じゃあちょっと組み立てていきましょう。はい、ラインナップは全部で4種類ありまして、1番がドラえもん A タケコプター付き、2番がドラえもん B ドローン葉っぱ付き、3番が秘密道具ミニドラえもん、4番が元祖ドラえもん。以上の4つですね。組み立てるのはすごく簡単で、もう一度カプセルを戻して、そして胴体にセット。これでおしまい。かわいい。これで完成。これが秘密道具ドラえもんですね。そして次これいきましょう。元祖ドラえもん、よいしょ。中に同じように胴体と、お、こっちは耳入ってますね。おお、あ、いいね、かわいいね。そして問題はこれだね。ドラえもん、これがドラえもん A か B か、タケコプター付きかドローン葉っぱ付きか、どっちだろう。タケコプター付き来てほしい。なあ、ドローン葉っぱだ。はい、ということでこちらがドローン葉っぱのドラえもんですね。かわいいね、みんなかわいい。結構大きいですね。このカプセルがそのまま顔になるってとこがいいじゃないですかね。え、これかわいい。あ、しかもこう首動かせるしね、いいんじゃない。これでこのカプセルの中は空洞ですからね、この中になんかしまっておくってこともできそうだしね。実はですね、最初にこのガシャポンやった時に3回連続でですね、このミニドラえもんが出ちゃったんですね。なのでうちには5体のドラえもんがいるということでね、ちょっと賑やかだねこれね。はい、はい、ということで今回ですね、このカプキャラドラえもんを5回やってきまして、こんな結果になりました。はい、ということでですね、今日の動画もし良かったなとか楽しかったなって思わないよね。思わないけど、まあちょっとでも良かったなと思ったら高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてもしチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、ということでこれどうしようかね。ちょっと机の上が結構、これどれぐらいの大きさかっていうとね、これぐらいの大きさなんですよ。手のひらサイズかな。結構ね、幅取るので、じゃどうしようか考えたいと思います。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。